万引きしたのを見た店長松坂桃李君が走って追いかけた結果、女の子がね車にひかれて亡くなっちゃうんですね。まあ、本当にうつ映画なのっていうところ、まあ、俺的にはね、まあ、正直言うと超うつ作品、今話題の映画空白よっよって映画なのか分かりませんが、ということでね、早速まずこのポスター見てもらおうかな。空白って映画の、はい、このね爽やかでね落ち着いたイメージの新たがね、そうでもないよ、結構おっさんおっさんしたイメージよ、うん、土下座してる松坂桃李君、土下座してんだ、そう、探してんのかと思ってたコンタクトかな、どんな映画だよ、あんま知らないんだね、知らない、全然何もない、なるほど、辛そうな顔と土下座だからさ、重そうだなっていう印象を受けるね、うん、空白なんですけど、はい、まあ、これがどんなストーリーなのかっていうのをちょっとざっくり、うん、ネタバレはしないんでちょっと説明したいと思います、はい、じゃあちょっとストーリーね、あるね中学生の女の子がね、うん、スーパーでマニキュアをね万引きしたのを見た店長松坂桃李君が逃げる女の子をね走って追いかけた結果、女の子がね車にひかれて亡くなっちゃうんですね。その女の子の父親である頑固者の漁師の新たがね、ぶち切れてどうなっていくのかって話なんですよ。ああ、松坂桃李側にも責任あんじゃねえのみたいな。そう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 、そういう話だったりするわけよ。で、このね、空白、誰が撮ってるのかというと、吉田圭介監督。出ました。はい。今までの作品で言うとね、もう当時はすごい人気者だったね。宮迫博之さん主演のね、純喫茶磯部とかね。今も人気ですよ。他にもね、当時は引っ張りだこだったね、高岡壮介さんがね、主演した三角とかね。今も人気ですよ。他にもね、当時は V6 でね、大活躍してたの、森田剛。森田剛だけちょっと違うからね。ちょっと違うね。森田剛はそのままいいけど。彼が主演したヒメアノールとか。ヒメアノールでも結構話題になったよね、話題になった。だからね、結構こう、笑えるようなところもあるけど、まあ、結構シリアスでね、ピリッとするようなところ、うまくこう、映画の中で使い分けてるようなね、そういうのが得意な監督。なるほど。でもこの作品はもう基本ずっとシリアスでね、でもなんかその分なんかちょっと面白いシーンはなんかふっと気が抜けてね、映画館でも笑いがちょっと落ちたりとか、はぁーみたいな感じじゃないよ、はぁーってあんま映画館で聞かないからちょっとクスクスみたいな、そんな好きじゃないんだな、あの笑いなんか冷めちゃう時あるんだけど、わかるわかる。まあね、狂気とかね、生々しさとかなんかちょっと容赦ない感じとかも結構ヒメアノールとか通じる部分があるかなっていうね、吉田監督らしいなっていう作品でした。はい、うん、見たの？いけた。見てきました。うん、面白かった？面白かった。めっちゃ面白かったわけではない。まあ、今年ベストとかっていう風にはなんなかったかな。まあまあ面白かったって感じか。面白かったよ。なんだよ、その感じ。うん。じゃあ、この作品のね、面白いところ、ポイント1。はい。多元的な視点。ああ、まあ、あらすじ聞くだけでね、そういうことだよね、結構。そう。まあ、さっきもね、ストーリーでちょっと軽く触れた二人。まあ、ある意味、まあ、被害者だよね、このお父さんは遺族。で、このスーパーの店長もね、まあ、万引きをされて追いかけていった結果、すごい悲惨な現場を、まあ、目の当たりにしてしまって、彼もその責任を感じてしまうっていうね、まあ、二人の被害者が、まあ、主軸にはなってるんだけど、その女の子の担任の先生とかね、私のあの指導が間違ったんじゃないかとか、あとは、車を運転してた人とか、ね、そういうなんかね、ある意味ちょっと群像劇っぽいところもあって、まあいろんな人がね、まあ、場面によってはなんか被害者が加害者に映ったりとか、加害者だったはずの人が今度被害者に見えたりとか、なるほど、そういうのがね、すごい面白かったですね。時間に決めんなよっていう感じですね。そうそう、そういうこと。めっちゃいいじゃん。めっちゃ言いたい、それを。そう。ありがとう。ちょっとこういう邦画っぽいね、ちょっと重いテーマの群像劇とかが好きな人にはおすすめだし、うん、まああと韓国映画とかね、例えばパラサイトの監督だとポンジュの監督の母なる証明とかね、あーとかそうか、そうだね、自分の子供は潔白だっていうのを証明するために奔走してちょっと暴走しちゃうみたいな、そういう描き方とかね近いものもあるし、まあ陰鬱なのが好きな人はおすすめですね。なるほど、うん、ということでポイント2、おばさんコミュニケーション。急にだな、なんか。急にだよ、ね。多元的な視点で。おばさんコミュニケーション。何ですか、それは。この作品でね、考えさせられるのはね、コミュニケーションのあり方ですね。なるほど。うん。まあ、昨今ね、例えば、まあ、SNS でのちょっと誹謗中傷だったりとかね、うん、一方的にこう言葉をぶつける状態がさ、あらゆるところで起きててちょっとおかしいことになってたりするじゃないですか。うん。この映画の中だったらね、例えばワイドショーにインタビューの一部だけ取り上げられたりとか、
それでなんかネットのおもちゃにされちゃったりとかね。まあ、本来張本人がさ、土俵に登って初めてコミュニケーションがね、成り立つべきものなのに、逆に置き去りにされてるというかさ、ね、内野だけが盛り上がってるみたいな。そうそうそう。そのなんかね、一方的なコミュニケーションをね、具現化したような人物が出てきて。あ、そういうやつがいるんだ。そう。うわ、ムカつきそう。その人がね、うん、面白くさせてるのよ。わぁ、はい、それがね、ムカつきたい。寺島しのぶさんですね。あ、そうなんだ。うん、いいね。ね、うまいもんなぁ。そう。まあ、どんな役かっていうとね、ボランティアスケベババアの役なんだけど、ボランティアスケベババア。どういう意味かっていうと、うん、ボランティアをしてるスケベのババアの役なんだけど、どういう意味か分かんなかったよ。まあ、全然分かんない。まあ、ボランティアしてる自分に酔いながら、めちゃくちゃ性欲あるおばさんと。違うの？そうだ。めちゃくちゃ性欲あるか分かんないけど、まあ、ちょっとなんかスケベだったりする感じ。まあ、見てのお楽しみってことだよ。そうとか。まあ、とにかくもう、お前黙ってろって本当にもう何回もなっちゃうの、これ見てると。いいね、いいね、見たい、そういうの。うん、そう、本人はね、良かれと思ってね。あー、やだよ。信念があるんだけど。一番めんどくせんだよ。もう絶対イライラするよ。まあ、本当はそうだろう、ね。うん。俺はね、結構悲しくなるんだよ、そういう人見てると。イライラっていうか。それが好きなんだけど、悲しくなるのが。悲しくなるの痛いみたいなとこあるよね。なるほど。そうか、そういう視点もあるんだ。こういう接し方の人いるよなって、なんか、そういうリアルな感じがね、本当にすごい女優さんだなと思いました。まあ、それとは違う形なんだけど、うん、一方通行で、その横暴なコミュニケーションしか取れないのが、主人公の古田敦さんだったりしてね。まあ、いわゆるその、まあ、頑固な両親、まあ、ちょっとステレオタイプっていうと失礼かもしれないけど、うん、まあ、そういう感じで。で、まあ、顔もまあちょっとおばさんっぽいっていうかね。年取ったらある程度ね。寺島しのぶと古田新太でおばさんの。まとめ方下手すぎる。それが面白いポイント2のおばさんコミュニケーションだね。全然中身違ったな。うん、なるほど。ということでね、超うつ映画なんてね、うん、ちょっとまあ安直なのをね、最初に言ったけども、まあ本当にうつ映画なのっていうところ。確かに。うん。池田的にはどうだったのよ。まあ、俺的にはね、うん、まあ、正直言うと、父親の変化みたいなのは、あんまり入り込めなかったんだよな。例えば、まあ女の子が生きてる時間ってすごい短いのよ、映画の中で。うんうんうん、その時間に少女が孤立してたのがね、まあ、結構お父さんに、ね、原因があるというか、ちょっとそこで愛情感じられなかったから、なんかね、生きてるうちにちょっとやれよって思っちゃったね。ああ、なんかお父さんがいろいろ辛い描写とかは出てくるけど、そのお父さんにあまり同情というか、感情にはできてなかったから、鬱っていう感じにはならなかった。そう、そういうこと。逆に、このスーパーの店長の側の気持ちは結構ね、グッとくるというか、職務を全うしただけなのにな、ある意味。そう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 。まあ、どういう視点で見るかとか結構いろいろあると思うから、そういうことはな、そういう解釈をちょっとね、見た人にぜひ感想を聞きたいですね。ダンサーインザダークがハッピーエンドだっていう人もいるぐらいだから。そうですよ。一番痛い意見だと思う。いやいやいや、マジでハッピーエンド。今まで聞いてきた中二病発言だからね、トップクラスなんだよ。いやいや、ダンサーインザダークがハッピーエンドだって。いや、マジでそうだから。それはちょっと今度語らせて。それに関してはそうだな。確かにね、リマスター出ますから。映画館でもやるらしいんで。ハッピーエンドリマスター出る。本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter やチャンネル登録よろしくお願いします。池田、今日の空白あるある。アルバイトの履歴書を出すとき、特技趣味とかのところに音楽鑑賞とか書くのは本当にただ空白を埋めるため。他になんかいいのもある気がするし、しっくりこないんだよな。めっちゃ喋る。お前言ったやつそれ。本当？うん、俺言った。